Thank you.
ありがとうございます。いやいやいや、はい、さっきはね、はい、最後の MC でテンパって第2ステージとかわけのわかんないダンジョンかみたいなね、はい、第2ステージ、はい、第2ステージセカンドステージ始まりました、はい、何回も第2ステージ出ますけど、はい、ちょっとねこの辺で、うん、メンバーのそれぞれのトークなんかね聞いてみたいもので、トークリクエストがメンバーから入りましたのでそう、それでは見てみたいと思います。はい、はい、シーンみたいなね、これが僕らのこれがお決まりのパターン、まあ一人ずつ喋る、一人ずつね、まあ無理や譲りや、メンバー紹介も兼ねまして、うん、はい、大きな拍手でお迎えください、はい、ありがとうございます。キーボード、伊達彩乃、よっ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 こう言ってんですけどね、さっきね、はい、あのちょっと小腹がね、だいぶ前に着きましたので阪急そばに行ってきたんですけども、そこでね、阪急そばの達人の店員のおばちゃん方とにすごい教えをね、そう、すごい教えを、人生の教えを、人生の教えを、ちょっと待って、何やったっけ、30分の講義、え、優しい男捕まえろ、あ、そうそう、優しい男、言いなりが最高言ってました、阪急そばの言いなりになってくる男捕まえろ、そば食うでも最中ですよ、そば、僕ら4人でそば普通に食うてんのに、そうです、ぐい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 来てたね、年取ったら男を言いなりにさせるのがいいっていうのをずっと言われてはいっつって、それでね、おばちゃんがあんたら、あんたらの中で彼氏おんのとか言われて、そういうんじゃないんですけどとか言って、いません、友達もったなとか言って彼氏おったら言ったろうと思って危うくライブに間に合わないとこだったよね、あの空気は危ない危ないっつって、全員がもうこうしたよ、阪急そばから出られないんで30分押しで撤去されるとかですね、危ない危ない、ね、危ない危ない、そうなんです、いやでもいいおばちゃんでしたね、そうやな、そう、ね、あれでしょ、紅葉、僕ら紅葉音楽学院卒業なんですけども、はい、在学中からもうあそこで働いてる方々なんでしょ、そうです、だから10年以上ですよ ね、きっとね、僕は行ったことなかったんで初めてだったんですけど、僕が1年生の頃いましたもん、あのおばちゃん、ほんまに、へぇ、そう、だから7年前ぐらい、わ18年の頃、あ、そうか、はい、いました、いました、もうあれな、出てくるもんがそばじゃなければスナックみたいなもんやったな見てくるもん、ほんまそれ、ほんまピーナッツとなんか余裕でも用意してくれたらもう完全にそのままあれ、これ僕のキープのやつすごい弾丸トークでしたね、関西の文化をもうことごとく感じましたね、僕遅れて行ったんですよ、そこの場に3人だけ先に取って、僕ちょっと遅れて行ったら、そうそう、なんかもう喋り込んでるんですよね、3人のおばちゃんとね、そうそうそう、そうそうそう、もう佳境やったもんな、そうでね、そうそうそう、と思って、もともと知ってたんかなみたいな、ミュッチはでも知ってるって言ったね、まあ、知ってるっていうか、まあ、行ったおるんだよ、あのおばちゃん結構行く感じやな、それ行った、いやだからライブね、ここで会うときとか、はいはいはい、行ったりするじゃん、そうなんや、そうそうそう、いやほんまに、じゃあイタッチ早く紹介しなきゃダメじゃないですか、あ、そうそうそう、自分の紹介を、あ、私の紹介、あ、はいはいはい、え、何自分ですんの、あ、どんな感じ、いや別にいいですよ、キーボードイタツヤの、あ、あれなるほど、そういう感じ、そういうこといや、もうさっき自分から切り込んできてラスベガスの T シャツの話したから、あ、そうそうそう、後でしようと思ったんですけどね、僕は、それ言っといてくださいよ急に割ったり喋るとこないかなと思ってありますよありますよ、ないかなと思って、はい、ベース古賀隆博、はい、いやー、もうそろそろお馴染みですよね、はい、古賀畑、え、いや、まだお馴染みじゃないですよ、まだ誰も知らないですよ、古賀畑任三郎知ってる人います知らないでしょ、誰も知らない、めちゃめちゃ恥ずかしいわごめんごめん、めっちゃ恥ずかしいやん、出しにくくなってもさ、最近ね、そうそう、出しにくくなってもさ、最近また古畑任三郎にハマっててるんですよ、僕が、で、古畑任三郎をこう、なんていうんですか、ってやるじゃないですか、あれ僕全然こういうの真似はできないんですけど、好きで、好きやからちょっと真似するんですよ、こう、っつって、で、ね、その LINE とかで、こう、なんかこう、なんかこう、あ、誰かが LINE で入ってこない時ってやっぱあるんですよね、こう、仕事とか別の仕事とかしてたりとかして、 B のも LINE で明日どうやとか服はどうするとかいう話をしてて、でその時に、あ、今例えばキム兄が出てきてなかったら今リーダーちょっとあれしててこうって言ってたからこうちゃうかみたいな話をこう、はい、名推理ね、まあ、推理をね一応するんですけど、名推理が、はい、まだ今のところ当たったことがない、ね、
えーっていう、あの、えーだけ送るんですよ、写真が、こうやって、えーっていう、Google 検索して画像落として、わざわざね、リンのみんなを楽しませようって、こうわざわざこう Google で、古畑任三郎って言って、ガーってダウンロードして、ほんで、こういうやつとか、こういうやつとかを、ダイニスとバーンってやって、ほんで最後、行きましょうって全部外れるんですよ。そうです、外れて全敗です、ね、全敗全敗全然当たってない、全然当たらない、一つとして、で、まあ、古畑の古とね、僕の古賀の古いが一緒なんで、まあまあ、あ、そういうことなの、一応ね、古賀畑、それは初めて知りました、古畑の古と古賀の古のあの古いは一緒やから、古賀畑で、まあちょっと語呂もいいしね、古畑と、ということで、まあ古賀畑になるよっていうことで、気づかず一応やらせてもらってますよ、それは知らないんだ、だからまだもうちょっと練習しとくわ、そうですね、ちゃんとできるように、認知されるように頑張りましょう、そうしましょう、頑張ろう、失礼しました、はい、ベース古賀畑かりまーす、面白すぎて言葉を失っちゃったよね、やっち、黒人は何なの、その LINE で出てくるあの黒人、え、黒人がいるやないかい、黒人なんかスタンプね、ミヤッチがいつもなんか最近 LINE で、あんなのスタンプ、いや、あれ絵文字なの、絵文字、絵文字を単発で送るとちょっと大きめに絵文字が出てくるんですけど、その中にね、黒人、謎の角刈りの黒人がいて、こうなんか後ろで腕組んでるなんかサングラスの黒人が、タンクトップの黒人がいるんですけど、それをなんかようわからんしょっちゅう使ってくるんですけど、気に入ってんの、そう、気に入ってるじゃないけど、みんなお気に入りのスタンプとかあんの、俺は北斗の剣が気に入ってるあ、そうなんや、そうそう、北斗の剣ね、うん、めっちゃ使います、俺は天才だって、そうそうそう俺は負けよ北斗の剣のスタンプはめちゃくちゃだよ、うん、お仏は消毒だLINE のスタンプね、まあ、僕もお気に入りがありますよ、何、なんかアメリカンコミック系とハンターハンターとかドラゴンボールとか、うん、あ、ハンターハンター、確かに、はい、そう、僕はね、でもね、宮地以外なのね、アナと雪の女王を使ってくるとか、ね、あ、使ってくるね、使いますよ、ベルサイユを使いますよベルサイユねそのセンスが、もう最初来た時何かと思ったどうしたんだろう、あの金髪の人がさ、あーはーはーって笑ってるスタンプあるよ、ありがとうございます、あれいいなあれ好きやわ、そうそう、あれ好きですよ、あれね、なるほどね、はい、ぜひ皆さんもお気に入りの LINE のスタンプあったら教えてほしいですね、そうですね、そうですね、おすすめね、おすすめを、今日残念ながらちょっとアンケートがね、僕ちょっと用意できなかったんでないですけどね、そうなんですよ、何言ったら、まあ口頭で言ってくれる、口頭で言ってくれる、はい、一応チェックしておくんで、はい、一応記憶には留めますね、僕ら、なるほど、はい、ギター宮田純、はい、はい、はい、あ、で、お待たせ、お待たせ、さっきから、はい、リーダー、はいはい、リーダーいつも喋ってくれてありがとうございます、そう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 、はい、ね、すいません、自分のことばっかりで全然紹介しないとね、そうそうそう、私らがね、全然もうスタンプの話とかええっちゅうリーダーです、リーダー木村拓馬です、さっき言われたんですよ、みんなのね、名前言って、自分の名前言うてないよ、言うて、そうそうそう、気づいてますか、言うて気づいてます自分の紹介してませんよ、言うて、まあまあ、木村拓馬です。はい、覚えて帰ってくださいね。自分で盛り上げる。自分でな、こう言わせたらあかんな思って、ちょっと大きい声で言っとこうかな。ありがとうございます。なるほど。はい、そんなこんなで、はい、2部スタートしたいと思います、はい。ありがとうございます。はい、それでは次の曲ですね。はい。Storm of Mind。あ、今の1曲で Thank You for the Music も、伊達綾の作なんですけども、次の曲も、Storm of Mind、伊達綾の作で。振り幅がね、すごいんです、ギャップがね、そう、ギャップが、なんとなく明るい感じのハッピーな曲から、もうストームオブマインド、もうストームって感じの曲が、まあ和とロックの融合かなと勝手に僕思ってるんですけど、サウンドがね、あのなんかこうキーボードのサウンドがなんかいい感じで入ってきますんで、ぜひその辺も注目して聴いていただけたらと思います。We'll be right back.
激しい曲や。いやいや、結構好きですよ、僕これ。いや、いいですよ。激しい曲いいじゃないですか。いいですね。ありがとうございます。すごい、嵐。嵐嵐やな。嵐です、嵐。嵐ですか。嵐です。私の気持ち嵐。そうです、私の気持ち嵐って曲です。続きまして、はい、ここの MC はね、実はね、こういう喋るための MC じゃないです。あ、違うの。次の曲が難しいから、一呼吸置くための MC なんです。難しいから次の曲ね、難しいんです。あの準備やったのね、曲なんですけどね、はい、Yours of Tablets っていう曲なんですけど、はい、変拍子がね、結構あってね、はい、集中しないとかなり僕らも危ういんで。僕が一番危ういです。これはどういうあれなんですか。で、呼ぶぞ。これ要はだからもうなんか目まぐるしく毎日激動の日々で、そうそう、最近ね、東京に行って、そうね、そう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 、はい、こう、関西の時とは違った暮らしをしてね、した曲やね。まあ、そうですね、うん、はい、毎日が忙しいことかな。まあ、はい。はい、いや、忙しくないですけどね。あ、そうね。そうです。まあまあなんかね、これも激しいですよ、結構ね。いやな、かなり、いや激しいよね、激しい、難しい、本当にね。あのね、あれギタリストの曲はね、鍵盤にしたらすごい難しいんですよ。あ、そうですね、水回がね、反対もそうですよね。でもそうそう、ピアニストの曲だから、あれストームとかあれですよ、ストームオブマインドはミヤッチがもう苦労したな。そうそうそう、なんやねんこれみたいな、めっちゃ言われたから。そうそう、イントロとかね、弾けなかったんで、そうそうそう、タッピングせざるを得ない。なんちゅうやで、ビビビビビビ、最初普通に弾いとったやんか。いやいや、無理無理だ。難しかった。難しい。そうなんです、お互い様ですね。ですね、お互い様ね。ミュージシャンあるあるの話でした。ドラムの作る曲は何だって話ですね。リズムが、じゃあ、リズムが難しい。はい、それではあの次の曲、はい、Days of the Tablets、聴いてください。
上タブレースでした。変拍子が来てましたね。はい、変拍子すごいですね。こういう曲どうやったらできるんですかね。ミヤッチ、はい、どうやったら変拍子ですか。変拍子、変拍子、そう変拍子なんか性格がひんに曲がったら作れるんですらしいです皆さん。変拍子が出来上がった時は性格がひん曲がってしまうと。いやそれは語弊があるから。あ、語弊がありますか。僕はもうね、できちゃってる人もいるからね、きっとね。そうですね、僕の場合の話ですね。まあ、でもなんかこういうね、なんか乗れどうなんでしょうね。いや、まあ、こういうのは僕が、まあ、勝手に好きでね、作ってるんですけど、はい、それをやらされる方の身に毎回なんか持ってくるんですけど、いや簡単ですよこんなのとか言うんですけど、意外とやっぱ難しいんですよね、やっぱね。簡単ですよ、簡単ではないよね、ほんまに。そうなんですよ、そんなこんなでベイドブタブレスでしたね、はい、いやいや、続きましてですけど、はい、アデイですね、次は結構もういつも言ってる話ですけどね、このアデイを作ったのはこう日常で、まあごくごく当たり前のことがまあ実は幸せなんだということを思ってね作った曲なんですけど、今日はちょっと一歩進んだ話というか、ちょっといつもと角度が変わるんですけどね、僕ら音楽やってて、まあ今日とかいっぱいお客さん来ていただいて本当にありがたいなと思っているんですけども、音楽っていうのが形のねないものなんで、こうどうやったらこう皆さんにとっていいものになるのかなっていうのをすごい考えるんですよね、僕で。例えば食べ物屋さんやったらばお腹がいっぱいになるんで、まあ、満足感もあるし、まあいいんですけども、音楽っていうのはやっぱり心を満たすものなので、まあ僕らの音楽で心が満ちればなーとか、まあ元気出たとか、多分ここにね来るまではやっぱり、まあ、皆さんお家どこかはちょっと分かんないですけども、電車乗ったり、まあ、歩いて来てる方もいらっしゃると思うし、いろいろ乗り継いでねすごい遠くから何時間もかけてきていただいている方もねいると思うんですけども、その時間っていうのはねやっぱすごい、なんて言うのかな、お買いねすごい時間かけてきていただいてるんで、やっぱ僕らもそれに見合ったやっぱり演奏とか、それに見合った価値とか、そういうのをステージで出していくっていうのがまあ一番の恩返しでもあり、まあ、一番のお客さんに対する還元っていうプレゼントなのかなっていう。やっぱり僕らミュージシャンですんで、前も言ったんですけども、ライブに足を運んでいただきたいなという、まあもちろん CD もそうなんですけども、やっぱりこういう場でやっぱりじゃないと会えない人もいるし、やっぱこうやって毎回顔を合わせるっていうことがすごい幸せなことだなっていう。1年間ね、今回ワンマン、去年からずっと7回目ですけど今回でやってきてすごい感じたことです。7回もやるとやっぱりね、まあ、またあるしとか、やっぱり、ね、今回はちょっと日取りがとか思う部分もあると思うんですけども、まあそういう以上にやっぱりこうこの場でこういうふうにこう皆さんと同じ空間を共有できることっていうのが実は素晴らしいことなのかなっていう、まあ、かけがえのない時間かなっていう、そのまあかけがえのない時間っていうのが、まあ、そういう心のね充実というかにつながるのかなというふうに、まあ、それを少しでも僕らもやっぱりそれに見合ったやっぱパフォーマンスや演奏で返していけたらなと思います。まあ、アメリカ行ってきますけども、まあ、それでさらにパワーアップしてまたここでいい音楽、いい空間、まあ、そんなのをお届けできたらなと持っております。それでは参りましょうか。長なりましたけどメンバーの皆さん、アデイですよ。すべての話ありがとう。アデイ聞いてください。
ですね、はい、しばらく封印してたんですけども、アメリカに向けて入ってまいりました。去年も受けたもんね、これね。受けましたね。やっぱアメリカの人、まあ日本の人もそうですけど、マイケル・ジャクソン好きですね。いいよね、マイケル・ジャクソン。名曲ぞろい。いいよね。俺好き。中学校の時は俺ずっと好きやね、マイケル・ジャクソン。あ、そうなんですか。もうずっと好き。ずっと好きやね。これ、ずっと好きなの、あんま印象ないけどずっと好きだよね。ずっと好き。だってもうめっちゃ中学生の時、ムーンウォーク練習した。あ、そうなんだ。ずっと練習した。鏡の前こうやって。どうやってやんのかなと思って。できるようになったんですか。だったなった。あ、お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 、来ました、ついに。これ、なんか恥ずかしいな、急に。前開いてるし。前開いてるし。前開いてるし。いいんですか、披露して。あ、ベースが置く。あ、いいですよ。こういうの待ってました。いや、皆さんちょっと温かい目で見守ってください。あの、コガ君がムーンウォーク好きっていう話はもう僕らがほんまに昔やってたそのインディーズのバンドで遠征とか行く時から話は聞いてます。ずっとマイケル・ジャクソン好きでムーンウォークめっちゃ練習。床がね、大事らしいんで。大丈夫ですか。動線大丈夫ですか。動線遠征先のなんか銭湯でやった記憶ありますわ。あながね、畳、いやいや、あながね、あながじゃない、あながじゃないけど、お、万全の、万全、お、はい、では、大丈夫これ、ちょっと待ってください、大丈夫。本当、うん、力強さを感じた。それは良かった。そう、床を擦る力強さ。さすがですね。いや、もうめちゃくちゃ研究したもん。いや、ベースソロの時にそれが出るのを待ってるんだけど。いやいやいや、それはちょっとね、さすがにね。いや、でもいいよ、バーンってやって移動して弾いてまたバーンってしてまた移動するとかできるんじゃ。ちょっと練習しとくわじゃあ。リーダーの言うことやからな。クビになるからな。そうやらなきゃ。クビやー。そんなに厳しくない。そういうこと。はい、マイケル・ジャクソン。すごい、素晴らしい。本当、よかったよかった。いやいやいや、もっと練習しとくわじゃあ。はい。いや、盛り上がりましたね。ありがとうございます。これが一番盛り上がったじゃんか。今日一。アメリカでやるんですか今の。そう、アメリカでやろうかな。スペースだいぶあるけどね。本当。じゃあ練習しとくわ。動画じゃあ帽子買ってあれしようかな。動画を撮ってな。動画撮って。あ、そうですね。アップし。帽子買ってこうやってやっとくわ。オッケーオッケー。テン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 ってやってるわ。練習するわ。面白い。帽子持ってかなきゃ。帽子持ってかなきゃ。帽子持ってこ、持ってきましょう。どうせでそのままシルクドソレイユに引き抜かれた。そう。めっちゃ嬉しいよ。マイケル・ジャクソンのやつあるから。浅はかすぎますよ。ドリームがもうドリームが膨れ上がってる。アメリカンドリームが。すごいな。いやいやいや、はい、はい、そんなこんなで、はい、もう僕らにとっては楽しい時間でした。皆さんにとっても楽しい時間になっていただけたらなと思っておりますが、ありがとうございます。次の曲が最後の曲でございます。はい、はい、残念なことに次の曲がウィナーですね。はい、そんな我々アメリカ行っても頑張ってまいりますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。それでは最後の曲見てください。ありがとうございます。今ですね、はい、ちょっとですね、変拍子に負けず皆さんも手拍子で盛り上がってください。
ありがとうございます。